昨日あのあとコメントは盛り上がって、え、どういうこと、どういうこと、え、ってかさ切れてない、私がさスマホ充電切れたじゃん、あれってさこっちは繋がったままなの、え、じゃあ私の私生活とか丸見えだった、私の私生活とか結構丸見えな感じ、あれ、海幸さんこんばんは、ヒタン好き、センキュー、ラドラスさんこんばんは、ヒタン好き、そう、ヒタン呼びは、ヒタン呼び開発者です、第1号、トモ先輩こんばんは、トモ先輩、フラピチューさんこんばんは、あ、いっくんじゃん、ヒタン、ありがとう来てくれて、星さん、ヒータン、告知が遅い、告知が遅い、ごめん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 なさい、いや、これめっちゃ悪気なさそうな謝り方だね、一緒に可愛かった、ありがとう、いっくんね、久しぶりだね、いっくんさん、いっくんって呼ぶの、みくなおさん、森星さん、え、全然だよ、いい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 よ、人それぞれだからね、好みっていうものは、え、確かに、でも書いてることはすごい、あのね、あのなんか何、情が湧くよね、確かに2週間も、いや2週間も応援してたらもうそれはもう推しメンだしね、それはもうね、わかる、寝落ちそうになったし、あーごめんね、いつも遅くて、福ちゃんこんばんは、ミリさん、ヒータン、いちご見てたらヒータン始まったんだよありがとう、いちごを見なくていいの、それはない、それはない、それはないんだ、画面が真っ暗なの、え、でも怖いね、なんかさ、え、どういうこと、え、じゃあさ、私はあのあとあのあとの生活を、まあ、皆さんに言うとしたら、あの充電切れました、あー切れたってなって急いで充電するわけですよ、そしたらそっからベッドでダラダラしちゃった、画面は真っ暗なんだ、配信制限消えなかったよ、50分ぐらい、あ、そうなんだ、きこりさんこんばんは、コメントはい、おもろいね、配信真っ暗なのにコメントは流れるんだね、ひだのブログって書いてあって湧いたよ、そう、指針です、これは指針ですっていうかその通りです、そう、伊沢の今日の顔ありがとう、いっくん、お疲れ様、今日もスーさんこんばんは、ポムさんこんばんは、トトちゃんさん、ヒータン、ありがとう、呼んでくれて、ブログ良かった、本当にナルト去年行ったよ、いや私ね、あれナルトじゃないんだよね、実は、そう、あれは実はナルトじゃなくって、でもナルトもね行った記憶があるの、私でも何歳か分かんなくて、いつ行ったのか、ブログまだ読んでないです、じゃあぜひ読んでくださいケイチさん、ヒータン、あ、みちひるじゃん、ひろちゃん、ほこもやっ、やっほーやっほー、まえぴー、ヒータン、まえぴー、お疲れ様、今日はお引越しの準備かな、今日5月の生写真発送されたって通知、あ、らしいね、生写真当てないでください埼玉在住さん、なんでやねん、おこゆきさん、ちら、明日6時ツアー登録、そうなんだ、当たりますように、当たるよきっとわかるよ、私はもうみんなが当たることは知ってるみんなが当たることは知ってるんだから、しわさん、たこんばんは、ここ最近落ち込むこと多いけどヒットの声聞いたら元気出るよ、明日もなんとか、そうなの、なんだ、落ち込むことがあったの、ヒタン、マイピ、ヒタンって、ジャッキーさん、なんでやねん、なんでやねん、知り合いがヒータの写真出たって聞いたんでくれって言ってもらえるか、すごいね、なんかこういいね、そういうの私の写真がそんな回るのね大阪万博入場料7000、7500円、高っ、待って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 、7500円もするの大阪万博って、待って、大阪万博、過去の大阪万博行ったことあるよって方いますか、そんなにするの、すごいね、えいしょくさん、ヒーター、夏みかんさんこんばんは、わたるこんばんは、ブログのジェル可愛く、でも私の写真で癒されるって、みんな優しいね、もっと写真撮ります、定期的にちゃんと化粧、いや化粧しなくて
の割にはなんか絶対にあの何大阪いた頃よりかは絶対化粧してないんですよ。大阪いた時は毎日化粧してたし、そうでもなんか今の方が肌荒れてる気がする。え、女性の皆さんあるあるじゃない？あるある、わかんないけど当てないでください。当てない当選する、絶対一君は当選してこれるから、夏のツアー見れるよ姫な。そういえば愛知万博は知らない、愛知万博は知らない世代かも。くまちゃんさん引いた、あ、ゆきちゃん引いたーだって。ゆきちゃんお疲れ様、疲れてないかな。俺10セット買ったんでいちごちゃんとトレですが、いちごちゃんとトレですか、いちごが出たの、いいじゃん。トリスパイルさん元気もりもりせ、あ、にゃんちさん、にゃんちさん昨日はね3位だったよね、ごめんね言えなくてにゃんちさんありがとう。昔の大阪万博は800円、1900、え、安っ、てか待って、なんで7500円もするの、だから誰が行くの7500円も払って。いや行くか、行くか、私も行きたいもん、でも行きたい、7500円払ってでも行きたい、でもそんな高いとは思わなかった、1000円ぐらいかなって思ってた。大阪万博生まれる1万円、あ、そういうことね、じゃあ結構もう大阪万博ね。加藤さんこんばんは、愛知万博の時始発で会場に着いたけどすでに徹夜組、ね、すごいね、私も徹夜で並ぼっかな、大阪万博行きたいんだけど、仕事がない限り行く、何も予定がない限り。去年のドバイ万博は3000、どね、待って、そんなさ各地で万博ってされてんの、じゃあいつかは広島万博もあるってこと、でいつかは岡山万博もあるってこと、どっちも可愛いよ、だってありがとうゆりちゃん、ゆきちゃん。大阪万博って前、え、なんか結構昔結構昔1900何十年時代。ゆきさん、あ、ゆきさんこんばんは、来てくれてありがとう。だったん53年前らしいです。もくこんばんは、白杉さんこんばんは。1970年は私は生まれてないですね、まあ、当たり前なことに生まれるともわからない時代ですね。白杉さん今日かわいい、鈴野さんひーたんありがとう呼んでくれて。愛知万博でトヨタ、万博って何が置かれてるの、近未来のものだよね、未来的なものだよね、なんか、あ、たくみじゃん、やっほーやっほー、今日ないのかな夜勤、なんかもうたくみといえば夜勤なんだよね夜勤か焼肉。しげりんさん ST48 のライブあったら行く、本当に決まってますよ、ツアーが研究生の夏の瀬戸内ツアーが、もうファンクラブ受付は終わっちゃったのかな、次一般かな出るとしたら。ゆきちゃん今日は ZOZO で買ったズボン時間して忘れてく、頑張って待ってたから、ま、頑張って待ってたからえ、でもそう、なんかさ分かる、あのさ時間設定してたらさどこにも行けないよね、でもねそういう時に限って予定が入んの、入ってた今のは。熊根パパさんこんばんは、白鷺さん今日も可愛い、ありがとう。今日夜勤ないから飲みながら、あ、偉いじゃん、飲みな、あ、そうだ、たくみと言ったらお酒だたくみと言ったらお酒だ。あ、てるいさんひーたんありがとう来てくれて。大阪万博ひーたんのおばあさんがギリ、え、行ったのかな、おばあちゃん、おばあちゃん、おばあさん、お母さんか、これお母さんどうなんだろうね。素敵な茨城さんなんでやねん。平田おじさん50年前に大阪万博行った時は800円じゃったのちょっと待って、平田おじさん生まれてないです絶対。海さっちーさん元気もりもりせ、 ST48 ライブアット大阪万博で、やりたいねやりたいけどね、その時は NMB さんが出演するんじゃないですか、同じあの48でも同じ48でも NMB さんがね、大阪万博は、広島で万博があったらそれはね ST48 が。なんかさ、なんでやねん、ひめなちゃん髪型めっちゃ似合ってて可愛い、キュンキュン大好きよありがとう道秀、なんももうレッスン終わりだけど、若干整えたよ、若干整えた。万博では人気のパビリオンはとにかく、何パビリオンって全然わかんない、パビリオンがわかんない。なんちゃさこんばんは、四角い川さんヒーター、
大阪万博行くんですか？え、行きたい。っていうか、その何だろう、その SF ってアイドルになってなかったら大学卒業、ん、大阪万博の年にはもう就職してる年なんですよ確か。そうで、私はその何だろう、アナウンサー志望だったから、なんかその関西テレビじゃないけど、なんか入社してなんか万博に携わる仕事をするのかなとか勝手に思ってたから、想像してたから、そうアイドルになってなかったらね。だから大阪万博、しかもなんか大学の授業でめっちゃ言われるんだよね、なんか2025年には大阪万博があるから、そのなんかね、もっと今より。ぽいぽろさんこんばんは。今日生写真届いてヒータン5枚入ってました。えー、嘘、ヒータン5枚入ってたの？出過ぎだね。ありがとう。でも大事に、可愛いって言ってくれて、大事に撮ってくれて。皆さんは生写真あれですか？手袋つけて開封する派ですか？それとも素手で開封する派ですか？私は素手でした。でも同じアイドル好きの友達はちゃんと手袋つけてました。まあでもトレードとかのことを考えてだと思うけど、私はトレードとかしたことないから、人と。そう、もう出た子はもう私が保管する、保管するか大事に取っておくって感じだったんで。だから変に推しメンの子の生写真を集めるってこともなかったけど、1回というか2回くらい地引きしたことあるね、サイン。そう、あのね、そうしたことある名前言おうとしたけど、前50年前母親の中の、そうだね、確かに。トヨタンは月の石とかマンモスの足とか、そんなんあるんだ。シュウナイさんこんばんは、こんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。ジュンさんビンゴの方、50年のユキのママすら、それはもうユキちゃんも生まれてない。え、わかんないよね。ビンゴの神さん引いた今あ、そうなんだ。でもそうだよね、でかいところがないとさできないもんね、万博なんて。万博でいきなりパビリオン入るため、朝一でゲートになるね。パビリオンがわかんない、何なんだろう。大阪万博前売り券だって4000円、あれ絶対前売り券の方がいいじゃん。じゃあレッスンお疲れ、ありがとう。ビンゴの神さん、赤髪のなっちゃんさん、ヒーターありがとう、呼んでくれて。1972年の名残は万博公演で始まるよ。あ、そうなの。私ね、万博公演、エキスポに行く時は見てたけど、エキスポっていうね、近くの。赤髪のっちゃんさんこんばんは。 NME ナンバーさんね、あんま絶対なるでしょう、絶対なる気がする。万博の正式な呼び名はご存知でしょうか？大阪万博会大阪博覧会博覧会わかんない。ぽいぽろさん、森生のマックスとキーさん、聞く聞きますか？歌えるよ全然。そう、でもね、イヤホンがない説、いや、あった説、ここに近くにあった。また関西にいたら絶対ば、いや本当に行きたいの。私も経験してないからこそ。昔瀬戸湾、そうなの？万博ってそもそも、そう万博ってそもそも何があるの？だから近未来の何かだよね、近未来の。そう、2005年愛知万博はマジで行ったって言われて、マジで行った、いや信じるそう、生まれてるもんね。女子アナか、そうアナウンサー、その大手、いやその日本日テレとか入れるようなあれじゃないけど、そんなめっちゃ有名な大学じゃないけど、そう、やっぱあのね、でもね言われた、あのね、その最初私はどこ志望だったのかな、なんか進路相談みたいなのがあって、日テレじゃないな、どこだっけ、どっかの東京のテレビ局を言ったのね。え、日テレかな、てかこんな日テレに行ってって大丈夫、言って大丈夫、言って大丈夫だよね。リーチ、リーチいるんですけど今目の前、大丈夫だよねこの日テレ、大丈夫だよね日テレと何があるっけ、もう一個。テレ朝違う、どっか違うどっかを、どっか日テレだっけ、私が志望したの。なんか志望、それを言ったらなんか先生に
なんかあれやっぱそういうところ、そういう大手は、大手とか大きな会社はあのコネでしか入れないって言われて、えっじゃあ絶対無理じゃん姫だと思って、コネか本当に本当に奇跡的に何かがその審査員の審査員というか、そう、マリさんこんばんは、将来は広島テレビのアナウンサー、いやーね、でもアナウンサーテレビショットって冷凍マンモス、手袋手袋え手袋するじゃん。個人的にはポケモン好きだからポケパーク、何ポケパークって初めて聞いた、すでにスリーブつけてファイルに、嬉しい、そんな大切に取ってくれてるの。飲む自身2枚入ってた、ヒータンさんこんばんは、ヒータンさんこんばんは、ミキミキさんこんばんは、素手ですが、まあ、そうだよね、素手じゃいちいちその手袋しないよね、でも指紋、そう指紋つかない、もうその子はトレードする気満々で、そう推しが出なかったらちょっと探してあれする子だったから、結構ガチガチに結構現場行く子で、そう今はなんか桜坂をしてるって言ってた。ラムネさんから夏だからまだ経験がございません。あ、そうなの？ナオ自身は手袋を使用いたします。え、やっぱそうなんだ。いや、あれだよね、バラバラだよね、使う人と使わない人。ラストワンさんこんばんは。欅をしてた頃はメンバー多かったからめっちゃ、あ、だよね、そうだよね、欅さんね、懐かしい。あいつはトヨタに過ぎて走ることをトヨタだし、やばいトヨタだし、いつもランダム写真買わないが今回ありがとう。いつも、あ、そのサイン名前かな、ひーちゃんリエッチでした。あー、そうなの、すごいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、かなう、地引きしてんじゃん、てるいさん。とちんぼやさんこんばんは。いきちゃん素手、あ、素手派ね。マスカのリエッチの名前写真が当たらなかったというドンマイ、ドンマイ。でもさ、推しほど出ないって言うよね。だから私は多分、私のことが嫌いな人のところに多分大量に出た気がする私の、あの私のことが嫌いな人のところに大量に私の生写真出た気がする。そんな気しかしない、私の写真が本当に欲しくって引いた人はほんまに本当にごく少ないと思う。万博公園関西、え、ってか規制かかりそう、あの G7 の時みたいに、うん、未来世界かかんない、ああ、行きたい、パビリオンって見たいかも、私も見て、今77位だって、懐かしい万博は万博、万博、え、惜しいじゃん、万博博覧会って、私合ってる、もしかしてパビリオン展示会アトラクション、あ、そうなんだ、生写真綺麗、ありがとう、みんな報告、今のところかなうにしか私の出るよって言ってもらえないみんななんかあれだね、ネガティブだね、私も含め。声が好きなのにアナウンサー向いてるかもよ。いや、なんかでもアナウンサー、いや、諦めてはないんだけど大変、リサヒリ、なんて読むんだ、カラオケするのか、いや、もう分かんない分かんないマックス、そう、歌いたくなった。でも徳島のいい方こんばんは。昔の朝日番組人間洗、何人間洗濯機って、怖いんだけど、何気持ち悪、何するの人間洗濯機って。てかなんかちょっとグロい映画を見ちゃって、私、そう、今日の朝方、うん、うん、なんてやつ、え、言えない言えない、こんなところで。そうなんだ。え、本当にグロいやつ見ちゃって私、え、もう食欲なくすよあれいや私は別になくさないけど、本当にマジでダイエットしたくてご飯いらないって方は、私が昨日見た映画を見たら本当に食欲なくすと思う。私は大丈夫だったけど、テレ東、いや分かんない、私どこで出したんだっけ進路希望、なんか違うとこ、え、なんかね、でもね、結構大手のテレビ局を志望したらコネでしか入れないからその大阪は考え、関西は考えないのって言われて、じゃあ関西でしますって言って、渋々ねそしたら万博の話とかすごいすごいさ、された。でも2025年は大阪万博があるから、多分そう、以外ランの買うって決めとる、推しが出んかったらめっちゃ買ってしまう、あ、うん、わかるよ、わかるわかるわかる、
めっちゃわかる。なまあランダム確かにね。リーチおるんかい。そうこれか。待って、フジテレビだ。そうフジテレビだ気がする。フジテレビかな私。カラさんこんばんは。アイスバーベキューで冷凍、何冷凍、マンモスってこの世にいるの、まだ。 CXCX リエちゃん、そうこれからレッスンというか練習するんで。テレビ東京 MX なんと NHK 違う、フジテレビ、フジテレビかな。結構てかまず調べてなくて、私どこに行きたいっていうので、とりあえず大手なところを書いて出したんですよ。そしたらなんかそういうところはやっぱりコネでしか入れないし、有名大学、それは慶応青学とかから出して、その取っていくから、それはまあ当たり前よねっていう。テレビ埼玉もあるぞ。テレ東にいそうな、本当にコネ、そうコネでしか入れないって言われた。あのね、そうコネでしか入れない、いやコネで入るのがほとんどみたいな。なんかコネって何って、私はどういう、どう何をしたらコネで入れるのと思ったけど、いやそもそも何もコネも何もないわと思って。あらそう、リーチちゃんもいる。マジじゃないか、これじゃ国公立はいけません。国公立行ってた方がまあ親は助かったでしょうね。リーチ早寝なさい、だって。何ルパンセさん、空飛ぶクルマ、やばうるさいよって。そうだよ。瀬戸内テレビ、あそうそうそう、岡山ね。キヨニーこんばんは。メールの写真が本当に。レッスンお疲れ、ありがとうキヨニー。ここあね、ココアさんが確かに ZIP 出てる。いやでも公認したい、公認したいというか一緒に出たい。瀬戸内さん全然実際そうだよね、元アイドルとかだったらいけるんじゃない、原田。いやでも多分ちゃんと大学してちゃんと、まあ、当たり前に試験受けて相当、うん、だって活動休止してましたよね原田葵さん。多分活動休止するぐらい追い込ま、なんか勉強しないと多分難しいあれだから、私活動休止してまでアナウンサーになりたいかって言われた、フジテレビ、いやそこ、あの活動休止してまでフジテレビに入りたいかって言われたら、まあなんかね何とも言わないから。リーチ寝転がって、え間違い、うん、寝転がってスマホ見てる。間違いない、ヒータン嫌いな人いるんですよ。それが推しの写真集、推し写真、えそうなの、あら珍しい、22時、えほんとじゃん、め珍しい。トレードの相手しっかりユキの指名送ってくれるのがしん、あーあと確かにね、確かに確かにそれはわかる、ユキちゃんのせっかくの名前です、ベタベタに霜ついても嫌だしね。あ清水さん昨日ごめんね呼べなくて、ねえ清水さんありがとう。いやいやメルカリ役、3期ってもうメルカリ売られてんの、私この話したらねメルカリでもう出てるんじゃないかって。元気もりもりせ、しかしまさか一年だよ、確かにね。リエチいるのか、お化けの怖いかと、なわけないじゃん。いやでも私もお化けと一緒に住んでる気がする、もう。そう推しの写真ほど出ないっていうのはそのでしょ、推しの写真ほど出ないんですよ。あ徳島のひーくんじゃん、まだ7し、これから届くはず。3丁目のなんだこれ、こんばんは横山子さん、あ横山子さんね、カラオケ聞きたい、今何時リエチ、今25分、あ、そうなんだ、30分になったら歌おうかな、じゃあ。ヒータのが本当に山下さんちら、マジか、誰いるリエチです。誰いるって、私の家に住み着くのはリエチぐらいですね、リエチかカスミぐらいですよ。怖がるくせに君たちはなぜホラーを、いやヒーナはホラー好きだよ、リエチが怖い話苦手なだけで。そうヒータホラー系好きなの、ホラー系好きなのっていうか、なんか TikTok で映画紹介してる人をヒーナフォローしてて、その出てくるんですよ毎回で、あ面白そうってなったやつを見てるから、クマみたいな体消して乗ると石鹸を、へあーそういうことね、シャワーみたいなもんか。なんかさ岡山論外か。Q さんズミさんヒータ今から、そうヒータはフジテレビ、本当にフジテレビっぽいですか。じゃああと何年後だ。いやでもさアナウンサーって結
若い、いや本当に新入大学卒業した手から入った方がいいじゃないですか。今朝こんばんは、リーチアンホー。 NHK はちょっと日テレっぽい、入っていきなり面白い。そんなフジテレアナウンサー確か女性枠だ。え、そう、え、だよね、そうなの、そうなの、そうなの。なんか全然撮らないみたいな、フジテレビは。ひーたん、テレ朝の松尾由美子、あの、え、松尾由美子さん、え、わかんないけどリーチはローカルな、また分からん。いやでもみんなね、出れたらいいよね、地元の。そう、親戚がテレ東の社長みたいな。いや本当に誰もいないよ、親戚にアナウンサー関係でも。お友達、私のお母さんのお友達がアナウンサーしてるんですよ、岡山で。そう、一緒にランニングしたりしてる。大手電話には中国人だよね。そうなんだよ、猫子ね。昨夜も終わってから自主練、森瀬さんは努力家ですね。いや、そのいやでもね、3期は今みんな頑張ってると思う。みんな言わないだけじゃない、私はこんなペラペラ言っちゃってるけど。ブログありがとう、徳島のひーくんよ、どうだった。確かに最近アナウンサー有名ね、本当に。確かに、いやコネ、いや本当にコネで入ってんのか、本当にめっちゃ努力して入った方もいると思うんですけど、私が大学の先生に言われたのは、そう、そういう大手なところはコネでしか入れないから、相当ここでいい成績を残すか。よこさん、ひーたん何をうるさいだと、だってリーチまさか。確かに、レイチ寝袋持ってきてんで、多分帰らないか、こんな遅くだから、うん、いや、もう寝袋は持ってきてないですね。リーチは松井咲子さんとテレ東で共演して、だって明石家さんまさん、こんばんは。コネってお前とも不平等か、実はこれ自分の大学、あ、そうなの、大学の研究テーマなの。何、どんな、何、生まれ持った不平等。いや、生まれ持った不平等、いや、まあ確かにね、難しい。確かに生まれ持った不平等とは思わないけど、あ、確かに、いや、どうなんだろう、むずいね、生まれ持った不平等骨。でも生まれ持ってなくても、ある日居酒屋で働いてたら、そこの社長さんが、テレ東の社長さんが来て、君顔いいねって言われて入るパターンもない。わかんないわかんないわかんない、いつ何か、どこで何が起こるかわかんないじゃないですか。そう、ちょっとちょっと居酒屋で、居酒屋じゃないと、じゃあちょっと道端でおばあさんに声かけたら、おばあさんというか、ちょっとしんどそうに、おばあさんがちょっと苦しそうにしてて助けたら、そのおばあ様がすごい会社の社長だったとか、ある日偶然なんか落ちてる かもしれないじゃないですか。だから生まれ持った不平等、まあ確かにそうだよね。なんかめっちゃめっちゃめっちゃ、私も研究テーマになんかめっちゃ考えちゃった、私も。そう、ごめんね、めっちゃ時差だ。枠少ない、やっぱそうなんだよね。リーチの笑い声いいよね、だって。アナウンサーだったらアイドル、実月フリーアナウンサー、確かにね。ゆき、ああ、そうなんだ、ゆきりかさんおめでとうございます、お誕生日明日か、おめでとうございます。ひーたん、森内もすごい嬉しい。みーが、あ、みーがね、面白そう、見たい、あれだろ、誰だろう、だろう、あるじゃんさん、監督ジャスターさん、おでこだし、そろそろ前髪切らなきゃですね、私。ポニーテールかわいい、ありがとう。持続さん、ヒーター、なんでやねん。意識もね、最近足のメンバー買ってくれるし、ステさせて。かわいい。メンバーだよ、それはもう。枠は一人かわったネットの番組のプレイ。そうだよね、そう言われた。ありがとう、白崎さんも、徳島のひーくんも、ブログよかったって。そう。コネと努力だ、そうなんだよね。え、まあ努力したもん勝ちだけどね、この世界も、あのいろんな世界も。ある日居酒屋、そうそうそう、機械の不平等、あ、そうだね、確かに、確かにチャンスが平等じゃない。なんであの子には確かにあって私にはないの。確かに、確かに、稲さん、ひーたん本当になくなる。
そんな話ないのかな。この手アナウンサースクールが有利。ああ確かにね、それはそう。いいよ、リーダー窓からホールド。いや、そんなことしません。なぜ居酒屋。え、なんかなんだっけ、私最近加藤茶さんと奥さんのなんか出会いの話を出会いの動画を見て、なんか多分あれですよね、その加藤茶さんの奥様が多分普通に働いてたのかな、ご飯屋さんで。そこに加藤茶さんが来て、なんかさ、今結婚してるからいつどこでそう、ちょうどその話が来たから、最近本当につい最近その話を聞いたから、見たから、奇跡に近い。いや本当にね、一番でないです。私はスカウトマンっているの、田舎に。ショールーム見て、そうショールーム見てるかもしれないですけど、どう私助けたことないよ、豆ぽんさん。君顔いいねで入社する。それを奇跡と人は言う、間違いない。漫画でありそうな、確か漫画の話だよね。ワンチャンあるかもね。でしょ、ワンチャンって無理やりな感じだけど、ちょっとアナウンサー不安だ。もう事前に調べてちゃんと開かなくる。でもアナウンサー大学勉強してても分かんない感じいっぱいあるよ。この間入った短大変実体験。え、そうなの、ドラマにありそう。確かに手助けた。いや、あの助けた、あのおばあのまず道で苦しんでるおばあ様にまだ遭遇したことがないんですけど、分かんないけど、そう、白崎ひーたん、ひーちゃんに切っても、いやでもね、ちゃんとねマネージャーさんの許可がいるので、前髪切るのも言わなきゃいけない。早く来いよ大阪ね、再来週、来週か、再来週か。笑顔もチャンス、間違いない。それで歌わないの。待って、リーチも何時？うん、ちょっと待ってね、歌おうかな。34分。あ、34分、言って34。ホテルで20分。あ、そうなんだ。じゃあゆきりかさんが初めてなのかな。笑顔がかずちゃんの福山さん。え、そうなの。シャリ先生こんばんは。毎日居酒屋はしごするしか間違いない。でもそれは東京だからだよね。東京の居酒屋、車乗って交差点燃えた人がその日面接官の話ねえ、てか聞いて。でもね、私もね、ちょっと待って聞いて、私二次審査審査員の方と同じ電車だった気がするの。路面か新幹線一緒なの。なんか急いでて、その審査員の方女性の方だったんだけど、私間に合わなくて、場所が分かんなくて急いでて、すいませんって路面の中、路面電車の中、すいません人が多くて、すいませんって言って、なんかその時にお金を入れる、路面を降りるのにお金入れる時に女の人が譲ってくれたんですよ。女の方が、女性の方がね、譲ってくれて、ありがとうございますってちゃんと顔を見て、私挨拶したから覚えてたんですよ、その方の顔を。で実際審査、二次審査当日とか、その日、まあ、間に合ったわけですよ。で自分の番が来た時に、その別の入るんですよ、会場に。そしたら待ってと思って、え、待って、見たことある方がいる、待って、さっきの方だってなって、めっちゃ覚えてるこれで。その方とでも新幹線も一緒だったのかな、多分。すごくないこの話、これ今初めてしたっけ。私前したことあるっけ、これなんかした記憶があるけど。2人でサステナブルお願いします、だってリエチ。運命、偶然。映ってない。そんでは、ん、映ってない、映ってない。カラオケしよっかな。何歌うの。NGT48 さんの、うん、マックス時30115。そんな、え、でしょ、え、すごいでしょ。え、待って、多分そうなんだよ。え、でも私も思った、あれはもしかした
さ、私が急いでたから、ほでも違う人かなとか思ったりしたし、いやでも絶対あの方だと思って、そうでさ、帰りにさ、えちょっとディエ、ごめん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 、そうで、なんかちょっと最後帰りに新幹線の中でね、じゃがりこを買ってたんですよ私。でもそれもう結果二次審査通過したって分かってて、でも通過してルンルンな気分で新幹線の中でじゃがりこ食べようと思ってじゃがりこ買ったんだけど、審査員のかその女性の方がいることに気づいて食べれなかったの。待って、どうしよう、見られて合格取り消し、なんか新幹線の中で食べたらいけないっていう規則はないけど、そう顔を覚えるのに、いやそうなんだよね。おお、ここから、あではそろそろ歌いますね。そう、いや懐かしい、え待って、え あった、なんか人がいる前でカラオケするの初めてかも。えそんなことない、その前花だれっていう歌詞も踊りながら、あそうだ、うん、ね、え今何時、28。あいや余裕だ。リエチちゃんとコーラス入れなさいよ、だってコールお願いします、リエチでは、いやだ、でコールお願いします、リエチいるのならコールお願いします。ちょっとボサボサでさ申し訳ない、うん、リエチちゃんとコールするんだよ、だって、やだ、やだ、こっち見ないで、ちょスマホいじってて、ね、スマホいじってて、ね、こっち向いてんのこっち向くなスマホで見て最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる、夢が叶うとその想いが溢れ出して瞳から伝えたくなる、一緒に歩きたい、無事家パチパチパチのおいよ季節の移ろいは成長してゆく心に似ている、いろんな花を咲かせながら時には思い悩んで大人になってゆく、遠いあの空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった未来はいつも吐き甘えない
ている。そうですか。リーチコールは？深い雪もやがて溶けて、大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも、喜びに変え笑顔になれる。いつだって明日は来る。なる。あなたと一緒に歩きたい。今何時です？春の制服スカート揺らし、ガードレールをぴょんと飛んで、君は全力走っていくよ。風は後から追いかけていく。どうしてこんなに眩しいんだろう。どうしてこんなに切ない。僕はきっと恋をしている。桜舞う日差しの通学、遠くでいい。何にも始まらなくていい。声かけず一瞬だけ君と刻んでる。輝きながら過ぎてく日々、いつかこの日を思うのだろうか。ああ今叫びたくなる感情こそが青春。赤で止まった横断歩道、体丸めて膝に手をつき、息を弾ませ空を見上げ、汗の雫をそっと拭った。青になったらまた飛び出して、ポニーテールがジグザグ。僕はずっと思い続ける。桜の木、花びら散ろうと思うし、ねえ、こっちを振り向かなくていい。気づかれず永遠に僕は見守りたい。チクタクチクタク、ときめきの時計が錆びるまで。本当の願い隠したこと、いつかどこかで悔いるのだろうか。ああなぜ胸が苦しい。自問自答が青春。いつだってこの角、偶然予想いすれ違う。憧れの君と一緒に僕も走る。チクタクチクタク、知らぬ間に時計は刻んでる。輝きながら過ぎてく日々、いつかこの日を思うのだろうか。ああ今叫びたくなる感情こそが青春。チクタクチクタク、針のない時計は止まらない。こんなに好きになっちゃうなんて、僕も今日まで想像しなかった。ああでも何もできない。思い出こそが青春。春の制服
スカート揺らしガードレールをぴょんとおとん、君は全力走っていくよ、風は後から追いかけていくよ、どうしてこんなに眩しいんだろう、どうしてこんなに振り返ったら青春。ありがとうございました。パチパチしてるわ隣で、リアルパチパチ。何時今？今47。もう一曲いける？でも何行く？でも、うん、夏の近道。いや。どうしよう。サステナブル歌う？サステナブル？うん、歌う？ごめんなさい、リエチの要望です。リエチも歌うでしょ。リエキーバージョン。海の季節は終わってしまった、君を一度も誘えなかった、忙しいって聞いてたから、悪いかなって躊躇した、僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある、あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない、どんなことあったとしても僕は変わらない、あれっきり会ってない、このまま忘れられるものか、そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて、君に会うにも理由がいるよね、そんな遠さを寂しく思う、僕の考えすぎだって笑われるだろうか、好きでいたい、そばにいたい、君への思いは永遠だ、時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない、好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない、今の僕にできることは好きで居続けること、自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ、どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度君を誘いたい、あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない、どんなことあったとしても僕は変わらない、ぜあれっきり会ってない、このまま忘れられるものか、そう本当の気持ちだから、ずっと好き
きでいさせて、好きでいたい。これからもずっと。あ、待って、これ聞こえんのか、イヤホンしてたら。わかんない。ありがとうございました。そうだよ、もう出ちゃダメ。ありがとうございました。パチパチパチ。何分今？52。あ、よかった。ゆうゆうゆう、あと1曲で行け。何その煽り。あと1曲歌われて。いや、あと1曲言って、もう歌いません。ありがとうございました。久しぶりにさ、NGT48 さんの歌歌ったかも。あれ歌落としたの、あのシャーベットピンク3曲目。君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートわー最高。いける？いけないです。いけなくない？もういけないでしょ、さすがに。癒された。本当に夏ありがとう。NGT 聞けてよかった。数ヶ月ぶりに。確かに最近してなかった。歌いいね本当に。ね、めっちゃトイレの音聞こえるし。同じゲージ頼む。こじめん壁ない。あ、そうなの。 Q さん、ギリギリいける。いけません。いけないでしょさすがに。53分、今456788。いや、いけない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 。ね、森ステナブルとか言われたよ。マイポンさんに森ステナブルって。マックスも青春時計も思い出あるからよかった。本当によかった。私もね、中井梨花さんを、青春時計の中井梨花さんにもう一目惚れして。トモちゃんこんばんは。リエチなんでサステナブル、もしかして SDGs 好きが感じた？なんでサステナブル好きなの？え、ひーたんが教えてくれた。え、だってひめなが教えたのって、え、教えた、ひめなサステナブル、うん、へえ。まっ、ひーちゃんたち、ひーちゃんちと鍋パスした時に流したっけ。あー、そういうことね、うん、NG の芸能知られるの。青春時計の思い消したら、え、そうなの。じゃあ Q さん映ってるってこと。え、てかさ、青春時計今も YouTube 載ってるよね多分。冷静なひめなつ、そう、途中でさ、そう、中井梨花さんコメントするね、あ、コメントするねじゃないわ、卒業するねって書いてあって。そうなんですよ。中井梨花さん、ハンバーグ食べた。ひーちゃんち今日ハンバーグだよ。え、言っちゃった、みんなの前で。いい、冷静な日のあの時間、そう、途中リエチ焼き投げて、たい焼き、あ、そう、リエチたい焼き投げてるらしいね。うん、たい焼き投げた。次は、あ、STU ね、歌います。次はマサさん、なんでやねん。 NU と STU 以外聞かんねえ。何読んでんの、見てもいい。いいけど。今手紙読んでる。ナナスキミ、ナナスキミへのセカンド。 I want to learn about CG slow slow。 何これ。リエッチサスネバル、リエッチサスネバル待ってるよ、だって。歌ってあげてな。はーい、はーい、だって。あ、ちゃんと歌ってくれるらしいよ。ハンバーグね、今日ひーちゃんち。アクティビティオブ STU リエッチ。リエチの新聞より。え、中井梨花さんに切られた。え、今日夜ご飯食べてないの。うん、サラダ食べた。おー、偉いじゃん。ね、そうなの、Q さん。え、その話聞きたいんだけど、Q さん。中井梨花さん、カスミも、え、カスミも投げてんの。何、カスミも見てんの。今度は二人でね。え、そうなの、らしいよ。何してんの、カスミ。カスミ、早く寝なよ。寝ろよ。カスミはね、今追い詰められてるの知ってるの、私。カスミンって今追い詰められてんだよ、いろ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 んなことに。リッチ、ひめちゃんそれが読んでるの知ってるよ、だって。リッチ聞いたことあるでしょ、あの動画。何か、ひめなの最後の配信の七色民の、うん、七色民のって。ひめなってなんとなく中井梨花さん要素、え、嘘、嬉しいんだけど、うん、やった。瀬戸内の中井梨花さんです。やった。だいだいさん、ひーたん、なんか Q さんだって呼び方がもう仲良さそうだもんね。
あはい言ったかな、リエツさせた、うん言ったよ、多分歌うよ、うん歌う、今度の配信。中井梨花さんは厳しいからな。え、私めっちゃ好きだった中井梨花さんの顔といいキャラといい。あのね、中井梨花さんの本当に本当に最初の方の配信で話してたあのスカートめっちゃ短いエピソードが好きだったの私。え、分かる方いる？中井梨花さんがすごいスカート短かった話知らない？私めっちゃ好きで、あの Q さん、中井ありがとう Q さん、楽しみにしてるね。じゃあそろそろ、そうだね、今何分リーチ？57、あ57、あ58分になったら教えてリーチ。そう、中井理恵さん、中井理恵さんじゃないわ。中井理香さんの、そう二人とも、そう、ひめなちゃんも、いや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 、中井理香さんは本当に好き、私あのセリフ好きなんだよね。知って知ってる、キューさん、さすが、めっちゃ好きで切り抜き持ってるもん、今もアルバムにある。そう、中井理香さんは振り入れが異常に早い。え、そうなの？8話になった。森下姫のまだ猫とかファンを説教してないからな、中井ね。ファンを説教するの、中井、中井理恵さん、違う。ではすいません、あのお話の途中に男女を読みますが、では13位、南光さん、12位メイル君、久しぶりじゃんメイル君、おめでとう。11位クリスティナーの台湾さん、10位がライダーさん、9位がひなつん、ありがとうございます。8位が加藤さん、7位がゆうさん、6位がほっしーさん、5位が徳島のひんくん、ありがとういつも。4位が広島港のパシリさん、3位が清水さん、2位がにゃんしさん、1位がトヨタン、ありがとういつも。そう、パチパチパチ。なんか待って待って、中井梨花さんの話、中井さんの同級生が働いてる店で内緒で、え、いいね、なんか私よりいいじゃん。ひーたん、おつ、ありがとう。カラオケ配信、こちらこそありがとう。配信、あ、ゆりちゃんありがとう。リエチュもバイバイって。バイバイ。リエチュおつ。パチパチパチ。ひたんたくさん、あ、ひなつん寝るんだよ、ひなつんも。頑張ってね。ここで書けないけど、じゃあまた教えて。おやすみゆりちゃん。たくさん、リカ姫エピソード伝説。間違いない。ひなつん、ひたんもリエチュもおやすみだって。おやすみ、みんなおやすみ。ひーくん。ゆうさんもお疲れ。待って、徳島のひーくん、さんって言っちゃった、私。さんつけちゃったかも。あ、もえぴちゃんありがとう。ひらりはっとさんも、にゃんしさんも、みんなありがとう。リーチ、ねむねむ、うん、ねむねむにゃんこ。でも、しごきます、これから。リーチを。リーチをしごき倒します。お疲れ様、お疲れ様。ほっしーさん、なんこさんも。明日当落、当たりますように、皆様が。まあ、当たると思います。当たると思います。当たると思います。落ちるか、落ちる心配はないので皆様。